バスターミナルとは、バス停留所のうち、複数のバス路線の発着点として設置されている施設である。中・長距離において、バス交通が中心の国や地域では、都市にある中、長距離バス路線の発着場所として設けられ、交通の拠点であり、鉄道中心の国における鉄道ターミナル域と同じく、都市の玄関口としての性格が強い。それぞれ国や都市あるいはバス会社により近距離、市内バスと中・長距離バスが同じバスターミナルに乗り入れるケースと別々に設けられているケースがある。鉄道中心の国では近距離路線を結節させるため鉄道駅にバスターミナルが設置されるケースがある。バスターミナルの性格や形状は一つの国内でも都市、地域により違いが大きいことが多い。ドイツ・フレンスブルクのセントラルバスステーション。1931年開業で同国初のセントラルバスステーションである。バスターミナルの名称の由来については、英語のターミナルという言葉が終着点という意味があるためバスの終着点、結節点という意味でこう呼ばれる。旧日本国有鉄道自動車路線の場合には、路線バス専用線ないしはそれに類する道路上にあるバスターミナルには自動車駅と称し連絡運輸との兼ね合いで鉄道の駅と同等に扱う場合もある。そのため一部にはバスターミナル駅と称した場合もある。また現在でも駅と称しているバスターミナルの沿革を見るとかつて鉄道の駅ないしは駅の予定地であったものも散見される。米国の公営バス事業者は、地域バスの発着場にトランジットセンターという名称を与えることが多い。地域によっては、ターミナルという語が人生の終点を連想させるとして、バスターミナルという表現をしないところもある。スペインでは、バスの駅を意味するスペイン語、エスタシオンでオートバスと呼ぶ。ブラジルではポルトガル語で、ロードビリアと呼ぶ。インドでは、バススタンドと呼ばれることもある。なお、日本のバスターミナルは、バスセンターと名乗る施設が数多く存在するが、バスセンターという言葉はほぼ造語、和製英語であり、英語圏では通用しない。イギリス英語では、コーチステーション、アメリカ英語では、バスターミナル、バスターミナス、バスステーション、バスデポなどの表現が用いられる。バスステーションは、地域路線バスや、都市間バスが乗客の乗降を扱うための施設。バス停留所より大規模な施設であり、多くの場合、各路線の始発、終点や乗り継ぎ拠点として使用されている。世界で最大のバスステーションは、イスラエルのテルアビブにある、テルアビブセントラルバスステーションで、1993年に開設された。敷地面積は4万平方メートル。すべてのフロアの面積を合計すると23万平方メートルに及ぶ。ただし、このバスステーションは住宅地の中に存在するという立地条件から失敗とみなされていた。なお、ヨーロッパで最大の地下のバスステーションは2006年に開設されたフィンランドのヘルシンキにあるカンピセンターで設計、建設には1億ユーロの費用と3年の期間を要した。25,000 平方メートルの広さを持つ、このバスセンターは、現在フィンランドで最も利用者数の多いバスセンターとなっており、1日に700本程度のバスが発着し、およそ17万人の利用者をさばいている。各乗り場は固定の路線に割り当てられることもあれば、乗客への情報を提供するシステムを整備の上で、乗り場と路線を固定しないこともある。後者は、乗り場のプラットフォームは少なく済むが、利用者側では乗り場を前もって確認しておく必要がある。日本にあるバスターミナルは違いが非常に大きく、その設備に関しては一概では言えない。鉄道の駅や空港、港、バスの車庫を起点にして、路線バス網を形成している場合が多いため、これらの近くに設ける場合が近、中距離路線に多い。また、都市計画等により一地域で分散しているバス停を一箇所に整理した事例のほか、バス会社が中心街や観光地に設置している事例もある。基本的には鉄道中心の国ではあるが、高速道路網の発達と精力的にバス事業を拡大、発展させてきたバス会社がいくつも存在することから、鉄道にとって変わるほどの利用客があったり、都市玄関口としての性格が強い中、長距離バスターミナルが存在する都市もある。また、本州でもバスが鉄道並みに交通の中心的な役割を果たす都市ではおおむね近中距離バスが発達しているが、中長距離利用に合わせて鉄道と結節させることが多いため、鉄道駅に設置され、独立した施設を持たない事例も少なくない。例外的ではあるが、高速路線バスのバス停について、他の路線バスが発着し、かつ高速バスと路線バスが連携している場合、この停留所自体をこう呼ぶ場合がある。また、利便性を高めるために、路線バス会社や地方公共団体などがこの近くに営業所や案内所を設けている場合が多い。沖縄本島は第二次世界大戦後、長らくバスのみの地域であり、本州、九州などとは事情が異なる。那覇にはバスターミナルが設置され、那覇バスターミナルは島内諸都市からの玄関口として、本州における鉄道駅のように機能してきた。那覇には現在沖縄都市モノレールが存在するが、市内の一部を通るのみなので、市街方面に関して基本的に変わっていない。バスターミナルの形状としては、それ自体が建物になっているものや、単に広場上で旅客部分にのみ屋根がついているものなど様々である。仙台では、広場上で旅客部分にのみ屋根がついているものをバスプールと称し、バスターミナルを称する停留所は、旭ヶ丘バスターミナルなど一部に限られる。また大規模なバスターミナルの場合、バース間の移動通路を兼ねた地下街を持つ場合も少なくない。近年では、八戸のように、自治体主導で、市街地のエリアそのものをターミナルと位置づけ、青空ターミナルと称する事例もある。なお、日本の自動車ターミナル法では、旅客の乗降のためバス事業用の自動車を同時に2両以上停留させることを目的とした施設であって、乗り合いバス事業者が自ら使用することを目的として設置した。バスターミナルを専用バスターミナルと言い、それ以外のものを一般バスターミナルというと、規定されている。専用バスターミナルは175カ所、一般バスターミナルは24カ所あり、そのうち11以上のバースを持つ規模の大きいものは、専用で9カ所、一般で10カ所である。日本のバスターミナルは、少なくとも1949年12月、岡山県岡山市に開業したセントラルバスステーションまで遡ることができ、次いで1951年2月、新潟県新潟市に開業した新潟交通バスステーションビル、1957年7月29日、広島県広島市に開業した広島バスセンターなどが登場することとなる。バスの駅は、鉄道駅に代わる地域の交通の結節点として、高速バスを中心とした交通ネットワークの結節点としての役目を果たすべく、建設省が1999年に整備の方針を打ち出し、国土交通省が整備を進めているバスターミナル施設である。高速バスのバス停を中心として、商業施設や公共施設を周辺に統合することにより、地域の新しい中心にするというもので、パーク&ライドの機能を持たせた上で、市街地から外れた場所に施設を設置することによって、市街地への自家用車の流入を減少させ、市街地道路の混雑緩和を図る目的も含まれている。設備の概要としては、おおむねバス3台分以上の乗降スペースを設置し、駐車場、駐輪場、公衆便所、案内標識などを、国土交通省が整備し、待合室、公共施設、商業施設を地方自治体や民間が整備するものである。日本全国で50カ所程度が想定されており、2003年には徳島県で徳島徳徳ターミナルが、2006年には熊本県で山鹿バスの駅が整備された。鉄道駅、バスターミナル、タクシー乗り場などを集約して官民が連携して整備するプロジェクト。バスタ新宿をモデルに展開している。以下、代表的なバスターミナルを記載する。自動車ターミナル法で規定する一般バスターミナルについては、星印を付している。原則として、鉄道駅構内、鉄道駅交通広場のバスターミナルは割愛する。ただし施設、または管理が独立しているもの、または、ウィキペディア日本語版において特筆性のある、代表的なバスターミナルとしての独立記事が存在する場合を除く。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、韓国は、鉄道網が発達している一方で、長距離のバス網も発達しており、ソウルなど大都市には、長距離バスの拠点となるバスターミナルがいくつも設置されている。韓国同様、高速バス網が発達しており、同業者間、さらには鉄道との競争が激しい。近年では高速鉄道開通により競争が激化している。航路客運、国道客運用のターミナルは、天運端、天運中心端、客運端、総端と呼ばれる。その他の都市では、各バス会社が独自にバスターミナルを設置している。近年では駅周辺の区画整理事業とともにバスターミナルを建設し、そこに集約する傾向にある。タイでは鉄道網よりもバス網が広く発達している。ベトナムでは鉄道網よりもバス網が広く発達している。ベトナム語でバスターミナルのことは BNG という。自動車、バスターミナルについて国土交通省、交通新聞社間、交通年間2008より、道路、バスタプロジェクト国土交通省、一般バスターミナル現況、国土交通省、2018年12月31日閲覧、一般バスターミナル現況、国土交通省、2018年12月31日閲覧、さいたま市、長距離、バスターミナル、埼玉新都心バスターミナル供用開始、トラベルウォッチ2020年6月1日2020年6月4日、閲覧。ありがとうございます。